県などによると、川勝知事は昨日、静岡 SSU ボニータとの面会の中で、藤枝東高校について、サッカーをするために入ってきている。ボールを蹴ることが一番重要。勉強よりも何よりもと述べました。また、ボニータの本拠地が磐田市であることから、磐田は文化が高い、浜松よりもともと高かったとも口にしましたが、その後に行われた定例会見の中で、訂正や撤回はしない考えを明らかにしています。私は自分の思っている通りのことをお話しているということです。場を心得てお話しているつもりであります。この方たちにですね、ご無礼を働いたとすれば問題があると思いますけれども、そういうことはなかったと思っております。こうした中、県議会自民改革会議の増田代表は今日、とても残念なことと述べました。こういったことが騒動になること自体、またかという思いはしておりますけど、しっかりと状況分析して対応を考えていきたいと思っております。また今日は県議会の議長や常任委員会の複数の委員長などが知事の発言について情報共有を図るなど、2月定例会の閉会が来週に迫る中、議会は新たな問題に揺れています。